お、なんだろう。私からのプレゼントです。なんちゃって。メリーサンタのお出ましよ。ゆめくいメリーか。いつも会社に泊まってると思われるんだよね。さすがに2日に1回は帰る。初心者ミッションというのがありますね。全員かーいっていう感じですね。オーバーするんですよね。そうそう、だからこれでいきましょう。あ、はい、遅れましたが、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア、始めていきたいと思います。ちのいきましょう。もうアバばしてますよね。よっと。おっと。弱い。ホス先生弱い。え？何が D 危険なんだろう。お。そうだ、相性があるんだ。メインクエストプロローグをクリアする。ってなってますね。さーて、今日も気合い入れるぞ。なるほど、こうすることでいろいろもらえるわけですね。初めてミッションということで、これずっと行けるのかな。こんばんは。夜もお手伝い頑張ります。さあ、毎日無料10巻召喚があります。これを、やっていきたいと思います。ちなみにクリスマスのピックアップ召喚もあるんですけどね。1日1回限りですね、こちら無料召喚は。頼みますよ。ログボログボ。星さんばっかりですね。お、なんか来る？星音だ。なかなかうまくいかないですね。星音が全然出ない。僧侶
さあ覚醒いろいろしてるんだけど、今夜はお月様が綺麗ですね。私は八神子。ゲームトレーニングのいる人から戻しましょう。こんばんは。戻りました。これで大丈夫でしょうか。知能が一気に上がりますね。これをよくできました。順当な結果だ。順当な結果、すごいわ。アズニアも少しずつ上がってます。たくさんのものをもらいましたね。195だからあと5ポイントで貯めればさっきのクリスマスを10回ガチャが引けるぞ。さーて今日も気合い入れるぞ。さあ江戸クリアのブラッククリスマスっていうのがありますね。これ行ってみましょう。メインクエストです。メインクエストじゃない、期間限定クエストだ。イベントクエストみたいな感じ。お、なんだろう。湯の地だ。ねえねえ、なるほど、湯の地とメリーがこの雪黒く見える。なんだこの、お、闇を感じるな。エトワリアのブラッククリスマス。まあいつも通りですね。素材をゲット、トレードショップで交換。星4ですからね。ルキー落ち込んでる暇はないだろ。コミックガールズの夢も希望もここにある。どういうことなの。黒ゴマ味。畑の様子見てくるとか、用水路見てくるとか。うん、黒ごまの味。ありがとう。すごいな格好が。いいけど、クリスマスといえばやっぱケーキかしら。さて、コミックガールズの世界か。うそ。
友川部屋。さあ、ルキが行きました。でも、それなら、え、おお、さくらとしたいか、大西かな。あ、あら、いいけど、クリスマスといえばやっぱケーキかしら。そうだね。雪だるまが。まあね。それなら。黒い雪がから逃げる。お、振り返り。お、どんどん黒くなっていく。女の子は一緒。はあ、たく。でも、え、そういうことはできるのか。うん、そうね。もっと私を求めて。なぜこうなる。お、よし、浄化。すごい漂白剤みたい。根元から立つ。それなら、さあ、初バトルに突入です。さあ、これでいきましょう。ひふみと見せかけて
ですね。ひやさーさん、ゆいで行きましょう。攻めてきた。そういえば、私が何とかしないと。よし。オッケー。ちょっと、オッケー、倒しました。当然だな。落ち込んでるし。さあ今度は火属性を行きましょう。あれ4人しかいないんだ、火属性って。まあいいや。地の行きましょう。さあこれでスタートです。出発しよう。え、まあね。黒雪ダンワーだ。さあバトルです。多分張り切っていくよ。バトル来た。ちょっと本気出しちゃおーっと。オッケー。はあ、なんとか勝てたね。お、浄化された。爆乳姫子先生、シュン、シュンがいいですね。ドーナツもいいけど、クリスマスといえばやっぱケーキかしら。
ということで引き続き光ですよね。月も加えちゃいましょう。さあこれでいきましょう。さあ出発しよう。そんなに死に急ぎたいか。これどうなるか。戦闘態勢に入るわ。この術使います。おかげさま。どんなものでも武器にできる。倒しました。苦戦するとは。ドーナツもいいけど、クリスマスといえばやっぱケーキ。黒い雪だるま大将とは。順調に石をもらっていきます。落ち込んでる暇はないわよ。夢も希望もここにあるんだから。対決となってますよね。ここまでやりましょう。ちょっとこれを最後にしたいと思います。この武器持ってる人、助っ人で面白いと思いますね。でも、尻尾を巻いて逃げたと思っていたのだが戻ってくるとはな。あやどうほどなことを選んだか。違うわよ。さあ。クロウ、おっと、どういうことなの。先生、お母さん
メージが。そうだったんだ。無理。私はやらせない。つらい。ランデブー。ったく。そうね。おっと、ここから先は通行止めよ。メリーが、私が何とかしないと。いくよ。負けないぜ。えい。ちょっと。いくよ。えい。負けないぜ。いくよ。あと1体になった。しかも、えい、さあ行っちゃいましょう。もいいけど、クリスマスといえばやっぱケーキかしら。はい、というわけで、ここまでクエストはここまでとしたいと思います。ありがとうございます。さすがですね。みんなでクリス、最後にですね、10連ガチャを引きたいと思います。いつも会社に泊まってると思われるんだよね。さすがに2日に1回は帰るよ。私は八神子、ゲームのキャラクターデザインをやってるんだ。さあ、クリスマスのですね、10年召喚を、今夜はお月様が綺麗ですね。クリスマスキャラクターピックアップ召喚ということで10年召喚をしたいと思います。ユノとメリーが星5ですね、これを見る限り。さあ、初回10回召喚を行います。開きますよ。星4だ、二条さん。なかなかうまくいかないな。になったわ。ドールです。アルケミストをやります。今回は戦うよりもみんなのサポートに徹するからね。ユウコです。戦うんはあんまり好きやないけど、みんなのために頑張るで。見とってな。ユノです。
ナイトになったの？みんなを守れるように頑張らないと。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。さらに覚醒していきます。今夜はお月様が綺麗ですね。私は八神子、ゲームのキャラクターデザインをやってるんだ。はい、というわけで、ここまでやってまいりました。はい、またすぐにでも続きをやりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。